はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは白羽きらめく恋調べだよね。これ白羽でいいんだよね、読み方ね。これね、サイトのね、アドレスがめくらべなので、白羽と読むのか、例えば白馬とか、ね、違う読み方がするかどうかもよくわかんないんですよ。だからきらめくのめくと恋調べのラベでめくらべでしょめくらべって読んでんのかな、みんな。まあ いや、とりあえずそんな感じで、はい。トピックス、あれ？どうすれば、あ、ストーリー。はい、ストーリー。結構、まあなんか普通にギャルゲーっぽいんだけど、硬いな。政府機関所属のタイマ氏。主人公、織田、これなんていうの？織田、ほにゃらの任務の、あ、今回の任務は、波動なのかな？波動を教える学校。これは読み方わかんない。これは村雲かな？学園に持ち込まれた、なんだこれ。これはなんていうの？呪物っていうの？なんていうの？で、不浄紅石神の調査と破壊。同じチームとして行動する、月立花姫、わかんない。読み方わかんないな。で、しののめかな、これは。で、ルリと共に協力し、読めねえ字が多いぞ。これなんだかな、ご神会の幹部のご令嬢、風来マリカかな、が、呪物を所持していることを突き止めた、アヤトかな、これ読み方は。呪物は破壊することに成功するが、その結果、マリカは霊障災害を発生させる特異点となってしまう。いかなる時でもあろうとも、私はあなたの隣に立ち続けたい。霊障と戦う、術、術を教えるため、マリカと期間限定の師弟関係となったアヤト。近未来の世界にはびこる怪異に翻弄されつつも、それを乗り越えていくアヤトと彼女たちとの一冬の恋物語。一冬の、まあでも、まあ三人ヒロインがいるってことなのかな。まあまあいろいろあるんだな。まあいいや。ちょっとこの辺は、用語はわからん。で、キャラクター。第4人。これが主人公かな。織田アヤト。すまない、遅くなった。君を、守りに来た織田だ。だからもう心配ない。安心してくれ。ということで、これがだから3人がヒロインだよな。風峰まり、ま、え、ま、まつりかっていうの。まつりかは読み方をわかんなかったな。で、これが月立花姫。これ何なんだろうな。この、実際にいない名前を無理やりひねくり出した感じなのか。しののめるり。このぐらいだったらいそうな気がするけどね。まあよくわかんないけど、であとサブキャラがいると。まあいいや、サブキャラが3人いると。だメイン3人だから、まあギャラリーがなんか危険な気がするけど大丈夫かな。あんまりそんなに危険でもないような、危険大丈夫だよね。はい。で、プロダクト。あ、違う、限定版があるんだな。限定版があるってことはすると、限定版の情報は多分、スペシャルか。で、完全生産限定版ね。はい。ということで、完全生産限定版、はい。特典1、B6 アクリルパネル。なんかさ、タペストリーが最近ちょっと減って、あ、違う、タペストリー入ってるもんね。アクリルパネルとタペストリーが入ってるのはすげえな。B6、あ、ちょっとちっちゃいんだね、B6 だから。B6 アクリルパネル。本作のヒロイン3人の水着姿を描き下ろした限定版パッケージイラストをアクリルスタンドにいたしました。イラストの雰囲気はそのままに、透明感のあるアクリル素材でお楽しみいただけます。で、B2 タペストリー。通常版パッケージにも使用されているメインビジュアルを B2 タペストリーにいたしました。近未来刀学園エージェント ADV という本作のイメージを美麗なイラストで表現しております。わからんわ。まあ、とりあえず、アクリルパネルと B2 タペストリーの両方入ってるってことと、あと、その、なんだ、
通常版のパッケージのイラストでタペストリー、あの限定版のイラストでアクリルパネルを作ってるから、あの新規イラストがないってことだよね。あのまあなんか結構あのお手軽な感じ、まあお手軽かわかんないけど、ね、実際のところはまあそんな2つが入っていくら差があるかな、通常版と限定版ね。ということで白馬きらめく、あ、白羽か、白羽きらめくか、白馬、白馬、まあいいや、白羽だよな、多分真剣白羽取り的な感じだもんね。え、白羽きらめく恋調べ、近未来刀学園エージェント ADV、 もうわけわかんない、この多分今後このジャンル出てこないと思うから。で2023年10月26日発売で、通常版7678円税込み、完全生産限定版が1978円なので、3300円差か、だから3000円に税金300円か。そっか、タペストリーってなんか高いやつだとすげー高い値段つけてるけども、こんぐらいになるんだね。アクリルも最近高いのは高いけど、多分ちっちゃいから安いんだろうね。で、セロ D でエンターグラムさんですね。はい、ということになるようです。ので、まあちょっとね、まあ多分新規イラストがないから安く上がってるっていう見方もできるし、あとはこの絵柄で、でもさ、パッケージ、限定版パッケージよりサイズのちっちゃい B6 のなんだ、あのアクリルスタンドって限定版本体飾った方が良くないって思ったんだけど、気のせいかな。まあまあいいや。はい、うん、まあまあでもそうね、飾るものと飾るものなのね、要するに。うん、まあまあそういうところを気にして購入されるとよろしいんじゃないかなという気がします。多分限定版は PS4 もスイッチも同じサイズで、スイッチ版の方が通常版の絵のね、見える範囲がちょっと狭まって上が広がってるから、まあね、あのその辺のこう絵の違いみたいなところは若干気にした人は気にしてもいいけど、まあ、ゲーム内容的には変わらんだろうね。はい。といったところかと思います。はい。